明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。今日の動画は熊野古道の動画です。ただいま熊野古道出発前夜の紀伊田辺駅周辺のホテルに滞在しております。2ヶ月ほど前からこの旅の準備をしてきました。このようにガイドブックも購入してですね、準備をしっかり整えてきました。この辺りのホテルだとこういう風に熊野古道の各ルートのガイドマップなども無料で手に入れることもできます。でスタンプラリースタンプカードみたいなやつですね。この手帳にスタンプを集めていくという、こういうスタンプラリー的な楽しみ方もできます。こちらも全て本日の宿ジャンゴさんにいただきました。で持ち物紹介していきます。まずはひげ剃り、そしてこの歯ブラシ、そして洗顔シャンプー石鹸、そしてカミソリ、ワックス、ワックスは本当にいらないと思います。 AG プラス、はい、でこれはシャンプーなんですけど、行きつけの美容室でいただいたんですけど結局使わなかったですね。割とシャンプーとか石鹸は僕の泊まってたホテルでは持っていかなくてもホテルのものがあったのでそれを使用しましたね。必要な人はこだわりのものを持って行ってもいいかなと思います。でロキソニン、これ膝とか関節痛めやすいんでなんとか耐えるっていうように持って行ってます。この辺の糖分、そして米っていうところはめちゃくちゃ大事かなと思います。想像以上に山登りって体力使われるんでね、一番必須と言っても過言ではないかも。で暗くなった時用のライト、頭につけたりとかできるやつですね。モンベルさんで買ったやつかな。でスマホの充電器2個、僕は1個は乾電池で使えるやつを持ってきてます。もう一つは充電式で持ってきてます。それの乾電池の替えもで AG プラスですね、はい、これも後ほどめちゃくちゃ役に立ちます。でコーヒーセット、まあ、ペーパー何枚かと、僕はスケール、このコンパクトなやつ持ってきてます。でコンパクトなドリッパーですね、これ結構便利で組み立て式のドリッパーなんで全然場所取らないんですよね。もうね普通のドリッパーは持ってこない方がいいです絶対に。でコーヒーミル、ちょっとこれ重かったかな、もうちょっとコンパクトなんでもいいかも。で、コーヒー豆ですね。でドリップバッグ1個いいやつ持ってきました、傾斜で。これステッキ絶対やります。ステッキ絶対持ってきた方がいいです、ないと2倍しんどいです。でタオルで、靴はコロンビアのこの山登り用の靴を履いてきてます。そこ厚い方が絶対いいと思います。長時間歩くのでそこが薄いと、まあ、後ほど大変なことになっちゃうので、つま先しっかり守られてて足首も守られててそこが厚いもの、まあ、山登り用の靴ちゃんと買ってください。コロンビア割とお値段するんですけど1回買っちゃえばもう長年愛用できるのでおすすめです。リュックもコロンビアのやつで、このコップはいらなかったかな。でもこの水筒、冬場は保温性あるものでもいいと思うんですけど結構重たくなるのが後からしんどくなってくるので、こういうもう保温性のないとにかく軽量化された水筒をおすすめします。っていう感じで持ち物紹介は終了でございますが、共有スペースもそんなに広くはないんですね。お湯使えたりコップがあったりと、まあ、必要最低限のものは揃っているかなと思います。そしてなんとルーフトップがございました。まあ、上の持っていただくと、屋上から外に出られるんですけれども、ここはもう喫煙スペースって感じですかね。喫煙者が上でタバコを吸ってるっていうようなイメージですね。でここでたまたま大阪駅で会った中国人の方とお会いしました。あ、いやいやいや、ハハ、from China。 China、実は今のがドミトリーのルームで個室の部屋も何個かだけあるんですよね。で泊まるところは2階になっていますが、階段を降りると実は1階がバーになっているんですよ。このバーは後ほどしっかり出てきますので要チェックでございます。はい、この左行ったところがバーですね。後ほどしっかりお見せいたします。で洗面所もしっかりとありまして、朝はこちらで、髪の毛整えたりとか歯磨いたりとかできます。服装こんな感じ、まあ、雨降ってもこれだったらある程度だったら大丈夫かなっていう服装をしてます。
で洗濯機もあるしトイレもしっかりと完備されていると。割と綺麗なドミトリーかな。そしてビールもちゃんとございます。酒飲みの方も安心でございます。ということで紀伊田辺周辺でご飯屋さん探し行きます。駅からも割とすぐですね。なんかおしゃれな店が何個かありますね。マジで駅徒歩1分、紀伊田辺駅かな。大阪からだったら黒潮っていう特急電車に乗って、まあ、3時間ぐらいですね。なんかあっちの方もすごい繁華街みたいな感じになってますね。ちょっとお腹すいたんで今からご飯を食べに行こうかなと思います。紀伊田辺駅の駅のすぐ外にはなんか像がありますね。これ誰なんやろ。弁慶像。あの弁慶の泣きどころの弁慶ですよね多分。いいっすね、光ってますね、月明かりに照らされて。結局、さっきのとこもう閉店間近やったそうで入れなかったですね。で、なんか一栄さんっていうところ勧められたんやけどちょっと場所が分からへんっていう。ちょっと今鶴橋のお好み焼きっていう店見つけたんでそこを行こうかなってちょっと迷っちゃったけど、この辺で有名なものなんか食べたいですよね。さっきのとこ美味しそうやったんですけどね、安かったし。あの見た目やったらちょっと大阪やったら高そうな感じなんですけどね、ある程度すごいお手頃な価格でしたね。でもこの紀伊田辺での飯屋探しは絶対迷う。でもさっき一軒目に行こうとしたところめっちゃいいおばちゃんでしたね。なんかおすすめのお店教えてくれたりとかしたんですけど、営業終了の時間やったんで残念やったんですけど、なんかファイナルファンタジーみたいなT だ FF10 ですね。はい、まあ、こんな感じで、今はさっきのご飯屋さんがいっぱい並んでいる通りのところに来てるんですけど、なんかありそうっちゃありそうですけど、スナックがやたらと多いっすね。信じられへんぐらい多い。トラ8やってんのかな、これこうやってんな。これカウンターないとねちょっと嫌なんですよね。カメラ向けてもいいのかどうか分かんないような、通りでしたね。結構夜の店が多いイメージだったんですけど、ここ出てきたな。はい、でもなんか客引きが大阪みたいに全くなかった。お兄さんどうですかって一言も聞いてないですもんね今日。まあ、このこういう山登りみたいな格好なんで、それで声かけないかもしれないですけどね。ちょっともういいや、飯戻ろっか。さっきのドミトリーの1階がバーになってまして、あそこのバーむちゃくちゃおしゃれなんですよね。この辺多分一番おしゃれなんじゃないかな。で、音楽が僕の好きな音楽流れてた、キューバの。酒飲もうかな、飯なしで。あ、冬季限定なんですか。へえ。ね、やっぱりそれなりの自信とトレーニングいりますもんね。コーヒー器具セットを持ってきてしまったんですよね。そんなしかないよ
れが多分後から引きずりそうやなと思って、ちょっと重たいですね。初カフェバッハかもしれない。本当3ヶ月ぐらいは良かったけど、あそっから飛んでるだもんですよ。なるほど、きついっすね。ありがとうございます。はい、ということで1日目終了しました。といってもまだ熊古道歩いてないんですけど、今泊まってるジャンゴというドミトリー式のホテルに泊まっているんですけど、そこの1階のバーに今行ってきたんですよね。で、まあ、さっきご飯屋さん探してたじゃないですか。結局ちょっと着く時間が遅かったんであんまりなかったんですよね。もうちょうど閉まる時間で入れなかったんですけど、まあ、しょうがないんでジャンゴで飲もうかと思って1階のバーに行ったところ、ボロネーゼとかなんかいろいろご飯も食べれたんですよ。で普通に美味しいし、ずっとあの飲食でされてたオーナーさんがやってるところなんで味も美味しいんですよ。でお酒も種類多くて、まあちょっといろいろ1日目からめちゃくちゃ料理も美味しかったし、お酒も美味しかったということで、満足してたんですけど、あのオーナーさんと、まあ、そこで働いてる方の接客がめちゃくちゃ良くて、いろいろ熊野古道のことを教えてくれて、ちょっとそのプランやばいんちゃうのって、もうちょっとやばいと思ったら、地下梅雨ってところから月桜までの間でもうホテル取るか、小広峠っていうところが、まあ、バスの道の最後のところらしいんですよね。そこ越えるともうバスの道からそれちゃうんで、ちょっとやばいよって言われたので、小広峠で最終判断してバス乗るか乗らへんかは決めた方がいいよって言ってくださったんですよね。で地下梅雨ってところに12時に着いてて、あとバテなければまあ大丈夫だろうっていう情報をいただいたので、まあ、全力で頑張るんですけど、地下梅雨に着いた時に12時大幅に過ぎてるようであればバス乗らないといけないっていう、うん、そういう判断も必要だと思います。だいたい普通はこのスタート地点からバスに乗って滝汁王子っていうところまで行って、滝汁王子から地下梅雨から月桜っていうところの間ぐらいでホテルを1回取るんですって。僕の場合は次に泊まるホテルが熊野本宮大社、1つ目の目的地の近くの温泉街あたりにあるホテルを取ってるんですよ、まあ、結構無謀だよって言われたんですけど、うん、まあでも行く人もいるっていう感じですね。地下梅雨から月桜の間で普通は泊まるみたいです。はい、なので J-HOPPERS 熊野湯の峰ゲストハウスっていうところのホテルに泊まるんですけど、その温泉街の近くのホテルまで行けるかどうかっていうのは、竹汁王子から歩いて地下梅に12時ぐらいまでに着いてれば、まあ、あの行ける可能性は高いという感じになってます。はい、で小広峠でバスの道は終わってしまうので、まあ、小広峠がもう最終判断地点という情報をいただきましたので、最終判断はその辺でちょっと決定させていただこうと思います。でこのジャンゴドミトリーだけじゃなくて、普通に個室も何個か用意されてるんですよね。だいたいねこの今10月後半なんですけど、多分2ヶ月のぐらい前から取っとかないといけないと思うんですけど、僕も2ヶ月ぐらい前に取ったんですよ。それでギリ取れたって感じ。まあ、この中辺地っていうルートで熊野古道を歩く方にとっては、多分この辺で一泊して朝6時台のバスに乗って滝尻王子っていう一つのスタート地点まで行くっていうのが、まあ、一番メジャーなプランだと思うんですよね。まあ、そういったプランの方で紀伊田辺のあたりに泊まる方はもう絶対このジャンゴ泊まった方がいいですね。もうジャンゴ泊まってください。もう絶対ジャンゴがいいです。はい、後悔はしないと思います。まあ、ドミトリー嫌な方はね、なかなか難しいと思うんですけど、個室が空いてればその個室も泊まれますし、後悔はしないかなと思います。熊野本宮大社の近くでホテル取ってしまったんで、明日はちょっと30何キロ歩かんとダメなんですけど、まあ、ちょっと危険だなと思った場合はバスに乗らせていただくんですけど、できる限り歩いて、完走できるように頑張りたいと思います。まあ、全然コーヒー要素がない動画になるんですけど、まあ、正月ぐらいはいいっすよね。あ、正月明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。ということで明日から熊野古道を歩いていきましょう。ではやばい、寝坊しました。1日目、2時間ぐらい寝坊して、今7時35分、いや2時間は言い過ぎか、6時ぐらいのバス乗ろうと思ってたんで1時間半ぐらい、いや2時間ですね、7時50分ぐらいのバスに乗らないと多分次が9時ぐらいなんで終わりです。あの不幸中の幸いということで、そのバスには乗れそうです。じゃあ行ってきます。
はい、おはようございます。1日目やらかしましたね。2時間遅れぐらいでスタートできそうなんですけど、朝ごはんセブンイレブンで買ってきたんですけど、おにぎりゼロでしたね。昨日僕が買ったやつで多分最後やったんで、マジで前日におにぎり買っといた方がいいかも。で、2番乗り場、京田長駅の近くから出ている2番乗り場から、バスを乗ると。外国の方も結構いらっしゃいますね。スペイン系の方がいない。新宮行きですね。91番の新宮行き、本数が少ないので注意です。はい、この2分発8時2分か、その時10時に浮き種部駅から竹尻まで行きます。このまま乗ってたら新宮駅まで行けるんで、2個目の拠点、あ、そう、拠点言ってなかったですね。今回ですね、言ってなかったんですけど、三宮を回るんですよね。三宮って言うらしい、昨日バーで聞いた、昨日バーで情報は収集したんですけど、遅刻はしてしまったと。この中越ルートが一番メジャーだそうですね。なんで大阪から行く人とかはまずは中越ルートでいいかなと思います。距離的にもまあ2泊3日ぎり行けないぐらい行かれへんのかって感じですけど、おにぎり売ってますね。はい、もうコンビニのおにぎりがなくなるんで、おにぎり屋さんが大好評ということで、ちょっと列がめちゃくちゃできるよって事前に言われてたんで、僕も列並びたいと思います。逆やった、列サルおんのかな。ペイ使えた、まさかの。今外国人の人たちが歩いていったあっちやと思うんですけど、ちょっとアキレス腱伸ばしていきたいと思います。しゃ、じゃあ竹尻まで着いたので今から行こうと思います。あちらに熊野古道の案内所っていうところがあるんですけど、なんか博物館みたいな、あ、これか、熊野古道館、博物館じゃないですね、古道館。熊野古道の歴史とかはここを寄っていただいたら多分知れるという感じかな。はい、あそこ行きたいんですけど、時間がない、とにかく。結構早歩きで、こんな感じのペースで行っております、今のところ。はい、なんかね、Google マップで見たら、ギリ行けそうなんですよね。うん、あ、川流れてますね、綺麗。あ、いいっすね、すでに。あ、なんか、空気が澄んでる。なんかこの滝尻っていうところが、ですね。はい、滝尻。ここがスタート地点としてすごく有名みたいですね。どうなんでしょう、熊野古道の道を示してくれてるものってたくさんあったりするのかな。序盤が結構しんどいって言ってました。後半結構楽なんですけど、後半に1個だけすごい坂道があるみたいで、坂っていうか階段かな、わかんないですけど、あるみたいです。実は僕ここを泊まろうとしてたんですよ、本当は。でもここ人気すぎて泊まれなかったんですよね。朝アユとかも売ってるらしいですよ。はい、民宿古道の社、あんちゃん、ここここホットコーヒーも配ってる。あの傘買いたいな、傘。あゆも売ってて泊まれるみたいですよ、おとりあゆ。ということでこちらからですね、スタート。あ、スタンプラリー、なんか映画で出てきそうな、侍が
お尋ね者として警察官が素敵だったんで一応回してきました。こういう、うわー、蛇や、蛇や、びっくりした、びっくりした、蛇がおった。カメラ回しといてよかった。しゃあ、ちょっと下り来たんちゃうけ。カメラ DJI ってやつ使ってるんですけど、でも手持ちのカメラはねちょっときついっすね、さすがに。特に上りはこのステッキ絶対いるんでね、もうステッキなしでは来ないでください、うん、きついです。ステッキがないと一歩踏ん張れないっす、まあ、登山とか特にですけどね。今回このぐらいやったらまあいけるっちゃいけるんですけど、結構しんどいんで、後半とか特にね、長距離歩く方はもうステッキ絶対いるんで、あと靴ね、ちゃんとした靴で、登山用の靴みたいなんで、まあ、ちょっと意識揃えるのは高いですけど、これから趣味にしていくって考えると、まあ、そんなに高い買い物でもないのかなと思います。はい、で普通に着れるしね、こういう服とか靴とか割と普通にプライベートで。これ下り来たんじゃね、来たよこれ下り。ちょっとここでスピード上げとくか。なんかね、僕すごい綺麗な景色とかを見るよりも、こういう山の中でなんかこう小鳥のさえずりというか、虫の鳴き声というか、あとこれですね、この緑、緑今冬に差し掛かろうとしているので、まあ、時期的にはこう生まれたての葉っぱじゃないんですけど、もう新緑の季節とか夏のちょっと前とかによく一人で京都に行ったりするんですよね。名前忘れてもらった、龍安寺、龍安寺っていう、龍に門に寺って書いて龍安寺ってとこあるんですけど、そこがすごく素敵で、木漏れ日がザーッと続いてるんですよね。こんな感じでここも見えるかな、木漏れ日が見えてると思うんですけど、新緑の季節は特に木が葉っぱが光合成で息してるんですよ。そこで深呼吸してみるんですよね。そしたらなんか生まれたての空気というか、こう澄んだ空気を、味わえるわけですよ。で、まあ、水の音であったりとか、木の音、鳥の鳴き声、虫の鳴き声、まあ、こういう、なんていうんですかね、五感で感じれる、ものっていうのはすごく美しいなと感じるわけですよ。こういうところに来るたびに日本って素晴らしいなと思いますね。はい、ということで3つの方向を示す看板が出てきました。ここ間違えたらやばいですね。滝地領事 1.5 キロ歩いてきましたね。まだ 1.5 キロしか歩いてないか。で、古道ヶ丘、これ野外施設陶芸館とか言ってますね。これ違うね、高原熊野神社。はい、ちょっとわかんないです、どっち行くんだろう。ここ重要ですね。まあ、意外とね、僕楽天なんですけど、あの電波ありますね。地下通に12時まで行かないといけないんですけど、地下通、地下通ってどこなの、地下通ベース、地下通、あーなるほど、ちょっときついな。OK です。まあでもなんか行けんこともない気がしたぞ、うん、現在地が、はい、こちらで、普通に下行ったらいいかな。あー、展望台が上行ったらあるってことね。一回行ってみましょうか。あ、まあでも全然こんぐらいやったら。さあ、景色が見えてくるよ。頂上じゃないか、これが。やっと来たぜ。しんどい。よいしょ。来たよ。よいしょ。よいしょ。来たー。どうでしょう、この景色。あんまり、まあ、結構遠くの方まで、山々が連なってるという感じだけですけど、はい、とりあえず、あ、なんかうまそうな山の名前やな。ちょっとまた登りが続いてるんですけど、お地蔵さん、お地蔵さん、はあ、お地蔵さん、はあ、お地蔵さん、お地蔵さん、ちょっと疲れたのでお菓子タイム。これマジで大事ですから。糖分って
すごいなって思わされます。登山とかこういうね、険しい道を歩くとおにぎりとこういう糖分、特にチョコレートですよね、絶対に多めに持ってきた方がいいですね。あのこの糖分のありがたみをマジで感じれる、登山とかっていうのはそういうところがいい、栄養って大事やなって思わせてくれる。うまっ。あ、お地蔵さん、お地蔵さん、夫婦地蔵、夫婦や、お地蔵さん。民家再生、なにこれ、住んではるんや、こんなとこ。おお、なんか舗装されてるよ、なんか車も通れそうな道になってきましたね。あ、こういうのを求めてました僕は。第一難関クリアしたんじゃない。あ、車もあるし、上にねちょっと車見えてますね。はあ、飲み物が切れたんで飲み物が欲しい。川の水でもいいわ。もうなんかある、なんかある、なんかある、なんかある。ちょっと飲み物買ってきます。ホテルか。なんかホテルっぽいですね。まあ、もうちょい行ったら飲み物買えるところもあるでしょう。まあ、そんな限界ではないので、まあ大丈夫かな。持ってきた方がいい、飲み物の量としては、僕ペットボトルのお茶 500ml 持っていたんですけど、それがさっきなくなってしまって、もうちょっと飲みたいなっていうぐらいです。今でこの辺で自販機があればいいんですけど、はい、まあ 500ml ぐらいにしといた方が、登るのは楽かなと思いますが、もう本当にきつい時はね、今のこの多分 星空の宿、あ、スズムシいっぱい鳴いてんな。ここでね、あの飲み物買えるんじゃないかな、限界だったらそこで聞いてみていただいたらいいかなと思います。はい、こんな中で泊まるのもいいっすね。はあ、涼しい。あ、この10月後半が一番いいわ、おすすめ。ちょっと汗はもちろんかいてますけど、汗かいてもこう寒くならないぐらい、日も出ててちょうどいいぐらいですね。あ、そう、夏場やったら 500ml やったら多分足りないっすね。うん、今でもちょっと500でなくなってしまったんで、自販機探し中なんですけど、まあ、500ml のペットボトル2つあったらとりあえず大丈夫かなとは思います。夏場でもそれぐらいあったら、まあまあまあ大丈夫なんじゃないかなと思います。あー、いいね。ちょっとここは早歩きで駆け抜けていきたいと思います。あ、なんかここ動画で見たな、YouTube で見たぞ、ここ。なんかこの辺のね、おばあちゃんと喋ってた。誰かの YouTube で。お、民家ですね。こんなとこ住んではるんや。素晴らしい。エレクトリックフェンスインユーズ。これ誰か盗ましてるんか。電気バチバチって流れるようになってるんですね。それか猿とか。動物よけかな。おぉ。古民家があります。熊野古道。イエーイ。素敵。わあ、生活してる。もしかしたらここに泊まれんのかな。宿になってるんかもしれないですね。ウッドワーキングギャラリー。へえ。木工品展示してます。木材を使ったいろんな製品が売ってんのかな。まあ、卸してんのかな。お。高原熊田神社 200m、 もうちょいや、行くぞ。ちょっと走ろう。うわ、めっちゃ綺麗、最高。あ、鳥も飛んだるわ。鳥も気持ちよさそうやわ。あ、うわー、いいね。影がめちゃくちゃいい感じになってますね。めちゃくちゃええやんか。やばい、楽しい。ちょっとあの坂道の時にはね、もうちょっと帰ろうかなと思ったんですけど、あー、もう抜けたら気持ちいいですね、これ最高。うわ、もう最高。うわー、風気持ちいい。一人で喋ってるんだよね、僕。一人で喋ってるんで、ちょっと
変な人に見えちゃうかもしれないですけど、一人でこうブツブツしゃべりながら歩くっていうのがねなかなかできないので、はい、いいっすよねこんな時ぐらい一人でアウトプットしながら。すげえこの家、うんじゃこれ、あ、でもすぐそこか、ちょっとだけ行ってみようか。あ、これね、ちっちゃい神社やな。はい、あ、スタンプだけちょっと押していこうかな。はい、でこっからは映さない。よっしゃあ、休憩所、便所、おしっこしたいっすね。いやー、便所がなかったんでちょっと休憩がてらおしっこして、来たー来たー来たー、飲みもあるしめっちゃ綺麗やん、休憩できる場所ありますね。飲みもね、500ml2 つぐらい買っていこうかなって思います。あ、いい景色っすね、ここが一番綺麗かもしれんな。いいっすね、あんまゆっくりしてる時間ないんですけど、皆さんの景色をお届けしましょう。よいしょ、え、水力発電、あ、いいっすね。いいね、コーヒーあるんや。コーヒー時間かかりますけど、何ですか、はい、じゃあアイスコーヒーを一つください。はい、あ、一つで、ハンドドリップで入れてくれるんですね。ギリギリ入りましたありがとうございます。ちなみにこれ何のコーヒーなの？アフリカ、これですか？アフリカブレンド、ありがとうございます、ありがとうございます。あし、まさかここでハンドドリップコーヒー飲めるとは思ってなかったです。いいっすね、熊野古道梅雨の里無料休憩所ですね。はい、皆さんここで一旦休憩していただいて、美味しいハンドドリップコーヒー、アイスもハンドドリップしていただきました。飲んで休憩してから行ってください。僕あんま時間ないので、もう飲みながら行こうと思います。はい、ポストがかわいい、しまった。一応コーヒーチャンネルなので後から飲まへんのかいとコメントが来そうなんで飲んでおきましょう。いやいや普通にうまいやん。うわ、結構ちゃんと焙煎されてる、フルシティぐらいかな、フルシティぐらいで焙煎されてると思うんですけど、あの後味長くて、あのね、あの味抜けてる感じもない、深焼きにしてると結構味抜けやすかったりするんですけど、あの全然味抜けてなくて、しっかりアフリカの感じ残りつつも、甘さもしっかり残ってると、本当に美味しいです普通に、うん、トップオブトップとかではないですけど、あの値段やったらなかなかないぐらいの味ですね。はい、悪魔の鼓動効果もあるかもしれないですけど、今ねちなみにこんな感じの坂道を登っております。はい、ちょっと今もねまだ余裕がないので、ちょっと
時間を稼ごうと思います。いやきつい。めちゃくちゃ綺麗なとこに来ましたよ。あーしゃー、すげー。絶対こんな景色見ないっすよね、大阪にいたら。いや大阪にもあるんでしょうけど、この厳しい道を乗り越えた先に、こういうスポットがあるわけですよね。で観光地は観光地なのかもしれないですけど、人はいないですよね全然。マナーのいいツーリストが多いので、ゴミとかも落ちてないし、人も暴れてないし、はい、鳥の声だけが聞こえると。はあ、皆さん通るときにはね、こんにちはとか、おはようございます、はーいとか、声かけてね通ってくれるんで、あの熊野古道来た際は、一声ね声かけてあげるっていうのはしてあげる方がマナー的にいいのかなと思います。すぎてすっかり忘れてたんですけど、スタンプね見つけましたので、よいしょ。綺麗に押せるか、よいしょ。よーしゃー、今回は綺麗にいけたんじゃないでしょうか。一応こちらが大門王子推し印所メモリアルスタンプ、これで4つ揃いました。コントラでミーボルタ、今回突然熊野古道を歩いたというわけではなくてですね、実は2ヶ月前からホテルとか予約しててですね、まあ事前に準備してましたということなんですけど、まあ、この熊野古道を歩くっていうことはね、悩みがあったりとか、ちょっと環境を変えたいなっていう時にこうやって厳しい道を、何日かかけて歩くという、いつもと違う環境に身を置くっていうことが、まあ、人間体でも重要ですよっていうことなのかなと思います。はい、僕も、今年ねいろいろと新しいことも始め、まあ、ちょっと年末も多分忙しくなると思うんですけど、また来年からいろいろとお店もできたりとかして、こういろいろとまた新しい環境になっていくと思うので、その前に気持ちをリセットするような形で歩きに来ております。 YouTube をやっているとこうたくさんの方からコメントいただいたりとか、お叱りのコメントもお褒めのコメントもいただくんですけど、全部参考にさせていただいてて、まあ、変なねコメント、無駄に叩いてくるようなコメントはね削除したりしてますけど、まあ、いろいろ参考にはさせていただいてるんですけど、どうしてもその中でこう自分自身、もともと自分ってこんなんやったっけって思うタイミング多分みんなあると思うんですよね。でなんかそれをちょっと一回思い出したかった、うん、別に病んでるわけじゃないですけど、もともと僕ってこういうこと好きやったんですよ。で旅したりとか一人旅を世界中でしたりとかしてないんですけど、なんかその自分を一回思い出したくなっちゃって、来たっていうのが一番の理由ですかね。自分の本当の姿を思い出すだったりとか、環境を変えたい、考えを一回リセットして、ゼロから新しいものをインプットしていきたい、そういう方に熊野古道おすすめなんじゃないかなと思います。じゃあそろそろこのジンバルの充電が切れるので、スマホの方に変更していこうかな。頑張ります。ということで、十条王子やってまいりました。ね、縁起に王子ってついてるんですけど、昔の有名な人たちが歩いて、その人たちの名前がついてるそうですね。よいしょ。よいしょ。ああ、ちょっと失敗したな。はい、オッケー。よいしょ。5個目です。じゃあ次行きましょう。すごい。デスロードや。はい、ということで、ちょっとお腹が空いたので一旦休憩しようと思います。先大
違えたコーヒーとぐっちゃぐちゃのおにぎり、はい、おにぎり大量に買い込んでるんでちょっとそれを食べようと思います。ちゃんと味わえてコーヒー飲みなかったんでいただきたいと思います。サルと鮮度いいかも。自家焙煎してるんじゃないかなこの味は。あと口も長く続くし苦味の中に甘さもある。あうまいっす普通に。あこういう時はちょっと深入りのやつがいいですね、うん、これフルシティぐらいまで多分いい具合の焙煎です。よっしゃじゃあ飯食ったので行きましょう。うわめっちゃ元気出た。やっぱ米って大事。マジで僕一回山登った時に北高山全山縦走しようとしたんですけど、その時はね友達と行ったんですよ。で友達と行ったんでよかったんですけど、三山越えたぐらいの時からちょっと死にかけちゃったんですよね。死にかけたっていうのは体が動かなくなったんですよ。あんまりご飯とか買っていかず重なるしと思っておにぎりとか1個ぐらいしか買ってなかったんですよ。で糖分もマジで空腹とその糖分を取ってなかったっていうので動けなくなっちゃって、でその時にアーモンドチョコをその友達からもらったわけです。3つぐらい。そしたら一気に体を動けるようになって、いや人間の体って結構繊細というか、 ある程度の糖分とか栄養って常に取っておかないと体が元気な状態じゃないんだなってこう改めて思わされたというか、なかなかね、ないじゃないですか。そこまで体力の限界になることがあんまりないので、その限界状態を知れたっていうのはねすごく大きかったなと思います。まあ、なので熊野古道一人でね行かれる方は絶対になんかチョコレートとか買い込んでいって、でおにぎりね、おにぎり近くのコンビニはもう売り切れてるんで前日に買うといて、で、もしくは違うところで買って行った方がいいかなと思います。米とチョコレートめちゃくちゃ重要、経験者は語るということで、あと2時間ぐらい歩いたら、バス乗り場に着くので、そこでバスに乗ろうと思います。ちょっと思ってたところに全然行けてないんですけど、結構余裕で無理だったんで、そこまでちょっと頑張ってあと2時間歩いて、もうね十何キロ歩いてるんですけど、はい、行こうと思います。では大阪元王子、6個目ですね。でこの辺りは下の方なので川が流れてますね。この橋も素敵ですけど、この音、休憩所、休憩所着きました。なんか飯とかもうまそうなのがあるんですよ。ちょっと歩くのめんどくさいんでちょっと動きながら取れないんですけど、ひつまぶし丼、鮎のひつまぶし丼880円、これめちゃくちゃうまそう。ソフトクリームもある、酒もある。でここでみんな休憩ちょっと長めに取って、ちょっとだけ歩いたら、ちょっとでも1時間ぐらい歩いたら、その目的地に着くので、そこからバスに乗るんですよ。結構でも時間あるんで、手が震えてるわ疲れすぎて。ちょっと時間あるので、バイク故障して運ばれてます。まあここでちょっと休憩して、で次に向かいたいと思います。牛馬道地蔵っていう、牛に乗ってる誰か、牛馬道寺っていうところで、バス停とかも牛馬道寺っていう名前になってますね。はい、なんかあっちの方に行くと大きい像があるらしいです。牛馬道寺 800m 行きましょう。もうちょいだ。よっしゃ、この辺に牛馬道寺像があるはず。はい、さっきのね結構大きかったですけど、これが本当の牛馬道寺像ってやつがあるんじゃないかな。あ、さっきの方が大きいんや。牛馬道寺、牛馬道寺、よいしょ。え、
それが可愛いですかね。これも可愛いですね。大阪本能寺。これもいいな。あ、民家が見えてきたぞ。牛馬道場を越えるとこういう風に民家が見えてきます。皆さん、こちらのルート歩かれる際は牛馬道場を目指してください。よっしゃー、着いたっぽいですよ。地下梅に、そう思い出した、地下梅ってとこです。さっき地下梅ってちょっと書いてたんで多分着いたはず。はい、まあ、ここに12時に本当は着かないと一番目的としてたところに着けなかったんですけど、今は3時、はい、アウトですね。ということでバスにしっかり乗って、遭難しないように、安全に行きたいと思います。あー綺麗ですね。むちゃくちゃ綺麗よ。最高やん。天気でほんまに良かった。昨日実は雨降っとったんですよ。ちょっとぬかるんでるところもある感じだったんですけど、まあでも全然安全な感じではありましたけど、うん。さあ地下鉄に着いたので、結構お店とかもなんかいろいろあって、ちょっとバスに乗る予定になったので、あのカフェとかもあるんですよ。なんでカフェ、どこか入って美味しそうなスペシャルティコーヒー屋さんとかもあったので、ちょっと探していい感じのとこ入ろうと思います。やっとコーヒーチャンネルらしくなってきたでしょう、うん。よし、コーヒー飲みに行くぞ。地下梅王子です。地下梅、よいしょ、地下梅、よし、地下梅、ゴー。おーしゃ、綺麗に乗せた。8個目ゲッチュー。結構絵になってきたんじゃないですか。地下梅王子ありがとうございます。うわ、コーヒー屋見つけたぞ。カベロコーヒー、カベロコーヒー、また絵が先に見えたんですよね。でコーヒー屋さんっぽいのでちょっと行ってみたいと思います。俺と同じシャルちゃんこれ。カベロコーヒー、コーヒー飲めますか。あ、アイスコーヒーをください。お持ち帰りでお願いします。なしで、はい。結構ちゃんと売ってるな。シングルオリジナル。まさかの自家焙煎のお店でしたね。山頂で飲んだコーヒーと同じようなラインナップがあったので、もしかしたらここで焙煎したやつだったかもしれないです。じゃあいただきます。カベロコーヒーさん、サル。あ、絶対ここなんですね。同じブレンド使ってます。はい、350円で買えたんですけど、なんとなく和光コーヒーっぽい色合いのコーヒー屋さんでした。いや美味しいですね。で、この辺お店がいろいろ出てくるってお伺いしてたんですけど、こういう感じなんですね。なるほど、昔ながらのお店が並んでるっていう感じですね。ちょっとビールでも飲もうかな。いや、着いてからでいいか。めっちゃ絵になる。天気もいいし最高やな。まあこの辺からバス乗ろうかな。そしたら、はい、じゃあ、お、なんかちょっと待って、いい感じの道中ミュージアム、面白そう。カップとかいろいろ皿とか焼き物売ってるんですよね。金鳥類の看板がいいですね。わびさび、わかります？このわびさび、花よみ菓子衣装。趣深いわ。うわ、なんですかね、このわびさびっていう言葉僕好きなんですけど、わびさびってあのただただ古くなっただけじゃなくて、こう大事にし続けて古びていってるものがわびさびと思ってるんですよね。
今度も普通外すじゃないですか、こんなね、あのもう見えにくいようになったりとか。でこれこそが、ここの象徴ということで、はい、すごいタイミングで流れたな。さあ着きました、湯の峰温泉。はい、バスでやってきたんですけれども、熊野本宮大社からちょっと歩いたところですね。はい、あの硫黄の匂いがしてます、卵みたいな。この辺の全部温泉なのかな。すごい、完全に温泉街になってるね。あ、いいっすね、久しぶりに温泉街来た。で、今いるところがこちら湯の峰温泉バス停で、いろいろ温泉が湧き出まくっているエリアですね。僕泊まるのはなんかこの辺です。はい、あ、これ J ホッパーズ熊野湯峰ゲストハウス。はい、あのゲストハウスなんですけど温泉入れるらしいです。うん、やばいっすよね。一泊何倍でも3000円ぐらい。はい、じゃあちょっとホテルの方先に向かって、温泉街散歩したいと思います。いや、いいっすね、温泉街。外国の方ばっかりですよね。最高やん、脂肪湯。あ、無料なんや、この脂肪湯は。なんか順番守ってくださいみたいな書いてましたね。ね、ちょっと寒いですね。あ、これここに泊まるんですよ、 J ホッパーズ。さっきねちょっと一緒に歩いてた人たち多分いるはず。J ホッパーズに民宿もあったりしますね。よいしょ、あった、これか。今日のお宿はこちらでございます。はい、 J ホッパーズ、こちらおすすめの。あ、これじゃないんか、まだこっち行ってくださいってことか。階段うんざりやな。あ、これやな、これやった。危な、マジが天界やわ。いい感じですね。あ、ここも当たりな気がしてきたな。じゃあちょっとチェックインしてきます。お、中見えてるかも。めっちゃいいやん、ラウンジが。ラウンジ予約してた辻井です。ありがとうございます。坪湯が、この辺りにあって、はい、あのバスで来ましたか。あ、そうですね、そっから多分ここで降りたと思うんで、はい、あのこの辺りにあの二宮温泉食堂っていうのがあるので、はいはいはい、ここであのちょっと行かないと空いてるか空いてないか分からないんで、はいはいはい、あのここで食べることができます。何が名物なんですか。あのなんかめはり寿司とか。あ、めはり寿司か。あ、名物ではあるんですけども、はいはいはい、食べに行きますよ、はい、ありがとうございます。あとなんか愛の塩焼きかなんかも、はい、あ、食べたいです。あのあったと思います。はいはい、もしかしたら、はい、うる覚えなんですけど。あ、ありがとうございます。そこじゃあ行かせてもらいます。はい、はい、温泉で炊き上げておかゆで朝は食べれる、はい、夜は白米っていう、すごい。そうです、はい、なのであの夜はあのちょっと、はい、ここでちょっとあのレトルト食品、はいはいはい、購入してあのご飯かけて食べるか。へー、すげー。奥にあの温泉が3部屋あって、はい、小さいのと奥が大きいのと、はい、あと露天風呂ですね。はい、あの鍵かけてあのお一人であのご自由に入っていただけます。無料で、はい、すげえ。あとこちらがキッチンになります。はい、ゴミ箱です。ちょっと分別厳しいんですけども、はい、あとこちら、お箸とかあのご自由に使ってください。ただ、金額に朝様、安田さん
フリードリンクになります。あのドリップコーヒーとかあるので、はい、あのこちらの右にひねっていただくと温泉出るようになっていて、温泉コーヒードリップしたりとかしても美味しいです。やってみます。あとこちらリビングになります。はい、はい、こちらがちょっとご飯食べられる。これ一泊いかがですか。一泊が多分入湯税入れて3950円ぐらいですよね。はい、すごい。あとトイレが1階はこちらと、はい、階段の下に1個と2階に3つあります。あ、はいはい、とこちらは熊野のお部屋になります。これ見た方がいいですか。あ、はい、お願いいたします。すごい。上の段と、はい、こちらと、あとこちらが空いてます。あ、好きなところを選んでください。とこちらでじゃあお願いします。はい、こちらルームになります。はい、チェックアウトの時だけ、レーサーのところに緑のボックスがあるんですけども、はいはい、そちらに入れていただいて好きな時間にチェックアウトしてください。はい、この上ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ごゆっくりしていってください。ありがとうございます。すげえ。ご質問の温泉最高すぎないですか。さあ、温泉も入り終わったんでコーヒーチャンネル始めていきましょう。はい、ということで今日はエチオピアのコーヒーを持ってきてます。12月に発売する予定のやつなんですけど、11月かもう発売されてるんですかね、これ上がる頃には。で、深入りのグアテマラのシティ持ってきたんですけど、袋を上げちゃったんですよ。1日目のバーの下にこれ直接ここに入れてるっていう、はい、これも非常食として、これもまだね、本当はブラックラベルのやつなんですけど、ブラックラベルのシール出来上がってないんでこれで入れてます。ドリッパーこれめっちゃ便利で、ケース付きなんで遠出する時とかにこう持っていきやすいやつですね。コーヒー豆の油が染みてる、まあいいでしょう。よいしょ、油ちょっと染みてますが、まあうまく入るでしょう。コーヒーミルはイージープレストさんの K ウルトラってやつですね。で、スケール、僕は常にスケールは用意してます。こだわりたいとかじゃなくて普通に美味しく飲みたい。お湯なんですけれども、こちらの温泉水を沸かして温泉コーヒー飲んでみたいと思います。それで温泉水を沸かしていきます。はい、こんな感じのちっちゃい、僕の手に乗せたらどんな豆でもちっちゃく見えるんですけど、グアテマラのシティローストと比べるとこんな感じ、はい、かなりちっちゃいですね。これを引いていきます。オリライス、やっ、are you gonna sleep tonight? That's cool. Do you want a cup of coffee? Oh, I can't drink coffee. My heart races too much. I love the taste though. I wish I could eat it. Australia. Yeah, where are you from? Japan. Yeah. Oh, where are you in Japan? Osaka. Oh, I've been years ago. A long time ago. But I won't go on this year. Are you doing the Kumada Makoto? Yes. Nakahachi, yes. Where did you stay last night? Where? Yeah. 24g 使うんで 400ml。 手先ではもうこの入れ方に頼ってしまいますね。ちょっと細かく引きすぎたんですよ最初なんで、ちょっともしかしたらきつく出すぎる可能性はあるけど、この入れ方なら多分大丈夫でしょう。ブレが出にくいんですよね。このケトルめっちゃ注ぎやすいで、4回混ぜる。1、2、3、4、終了。今日はドリッパーで順にこしていくだけです。よし、
じゃあ4分待ちます。よいしょ。香りやばいな。モカの香りが半端ないですね。そうか、これ温泉水か。いやー、フレーバー消されるな。うん、ちょっとあの温泉のあの硫黄のフレーバーがやたらと出てくる感じですね。はい、あんまおすすめではないかも。でもまあ面白い、うん、マジで温泉飲んでるみたい。あ、多分ね、成分多すぎてあんまコーヒーの成分強すぎてないんですよ、これ。結構温泉感が強めっすね、コーヒー感より。もしこしたら温泉の匂いにしましたね。ということで深夜の散歩行ってきます。あ、夜はね、こんな感じですね。なんかいい感じっすね。だいぶ暗いんですけど、あ、なんかいい感じ。なんかしてる。まさか温泉パンなんですけど、入りますね。みんな温泉卵食ってる。え、どっかで買ってみんな作ってんのかな。これお食事どころ、ここで食えるんや。温泉卵と硫黄の卵が売ってますね。もう早く行って。はい、すごい。これを買うんと。アユのメハリとアユの塩焼きと、あとビールキリンありますか。はい、ありがとうございます。のめはり寿司来ました。めはり寿司、大阪でも食べれるんですけど、めはり寿司ということで楽しみにしてました。今日のボスが来た。あゆの塩焼き、何の塩って、うわー、いやー、うまかったっすね。ビール2本飲んだからちょっと酔っ払ってますけど、あゆの塩焼きと名物のめはり寿司食べたんですけど、めはり寿司って中身グーフ入ってないですか、本場は。他なんかちょっといろいろ回りたいんですけど、他なんかなさそうなので、なんかあったら店入ろうかなっていう感じで、なかったらホテルに戻ろうと思います。ちょっと歩いてみます。ちょっとこの川温泉なんじゃないですか。まず温泉や、やっぱりすげー、川全部が温泉なんですね。ホテル帰ってちょっと飲んで寝るか。今日は疲れたし。ということで明日の朝はですね、熊野本宮大社についに行きます。熊野本宮大社は3つの大社のうちの1つ、熊野本宮大社と、熊野白玉大社、それ2つ目に行くとこですね。で3つ目の熊野なんとか大社があって、そのうちの一つで一番大きいところかな。あ、ちなみに明日はあれっすよ、もっとゆったりしてますよ。もう歩かないっす。もう歩くのちょっと疲れたんで焼き寄ります。バス乗って船乗ります。そう、船で二つ目のその早玉大社、熊野早玉大社に行くことできるんですよね。でその船はね、2ヶ月前ぐらいから予約しとかんとダメですけど、2ヶ月前でもギリギリやった。じゃあおやすみなさい。ちなみに露天風呂もあります。すげえな。
おはようございます。現在、5時37分、はい、今日はちょっと朝早いので、コーヒー飲んで、元気つけようと思います。湯沸かしてます。そしてなんと、フロム6時からですね、温泉ガイド無料で、お茶碗いっぱいいただけるということなので、いただいてすぐに、出ようかなと思います。夜はご飯、朝は温泉ガイド、最高のホテルですね。今日はですね、昨日温泉フレーバーで台無しになってしまったこのエチオピアアロー、ナチュラルプロスというやつですかね、いただきたいと思います。今日は本当は頑張らないつもりだったんですよ。元から熊野本宮大社というところにまず行って、そこから船に乗って熊野早玉大社で、まあ、そんな感じでゆったり過ごしていこうかなと思ってて、最初のその熊野本宮大社までの道のり、これをバスで行っちゃおうかなと思ってたんですよ。なんですけど、せっかくなんで、ちょっと早起きして、6時から、ちょっとおかゆだけ食べるんですけど、おかゆ食べて歩いていこうかなと思います。だいたい結構高低差あるみたいなんですけど、昨日歩けなかった分、その辺で取り返したいと思います。まあ取り返すってもんでもないんだけど、せっかくなんでね、熊野本宮大社までこう歩いてこう到着したっていう感じが欲しいなと思って。やばいなこれ、香水やな。2週目ぐらいからは、多分発送開始してるんじゃないかなと思いますので、年始のコーヒー気になる方はぜひね、チェックしてください。では入れていきます。うまそう。このドリッパー意外といいんですよ。なんか落ち方もちゃんとしてるんですよね。ほら、でもコンパクトだし、ちょっと形はね、なんかひし形みたいな感じになりますけど、全然問題ないですよ。もう目がうまければある程度ね、ドリッパーなんでも美味しいと思いますよ。はい、おはようございます。本日熊野古道2日目です。朝からね、オイルサーディンの缶で思いっきり指を切ってしまって、ちょっとえらいことになってます。そんな感じで今日は歩いて熊野本宮大社まで行って、そこからあんまり時間ないんですけど、船乗り場に行って船で行こうと思います。うわ、指やばいな。はい、こんな感じで温泉街って感じですね。セルフィーがプロ。じゃあこの温泉街を後にして熊野古道、再開です。そう、すでにしんどい。でも朝から温泉入ってきたんでね、結構気持ちいいっすね。なんかね、なんか熊野古道って道ややこしいかなと思いきや、思ったほど迷いはしなかったですね。何も考えずにこう歩いてると、看板が出てるんで、それでなんかなんとなくうまくいけると思います。その辺結構安心かな。ここ大日峠って言うんですね。大日峠を越えて、熊野本宮大社に向かっております。もしかしたらこれ歩く道じゃないのかもしれないですけど、この上やったんかな。なんかね、こういう道にもちょくちょく出るんですよ、熊野古道って。でも割とまたすぐ山の中に引き戻されるっていう、まあそういう感じかな。うわ、これっぽいな。これ登れってことかな。登る？行っとく？なんか山の方が熊野古道っぽいでしょ。よいしょ。これ登る必要あんのかな。
なんかちょくちょくあったんですよね。これ別に登らんでもいいんじゃないみたいな。いやいやいや、無理やろこれ。何キロか歩いてみましたが、割となんかアスファルトの峠って感じですね。普通の山の中を歩いていくっていう感じじゃなさそうです。はい、あっちずっと坂道なんで割としんどいですけど、階段がないだけで僕は楽ですね。体重が重い人にとっては階段って結構辛いんで、坂道は頑張れる、止まらず、本宮大社まで行きたいと思います。うおー、来たー、日が差し込んでやがるよ。めっちゃ綺麗な、今カサカサって音鳴ったけど大丈夫かな、クマとかおらんよな。やめてや。月のアグマがたまに出るらしいですよ。子供だけやったら可愛いんですけどね、子供の近くには親いるんでね、クマはね怖いですね。あ、でもヘビはね2体見ましたよ。ヘビなんかシカとか現れてくれたら面白いんですけどね。鹿ね、昔奈良公園に遠足行った時にせんべい食べてくれないんで、おいって言ったら、小学校の時ね、追いかけられた思い出があるんですよ。ちょっとトラウマなんですよね、鹿。こうなんか鹿が山から現れてきたらすごい面白くないですか。はあ、もののけ姫みたいで。うおー、ありがとうございます、太陽に感謝。いいね、たまらんね、これは。ほぼ日の出ですよね、ほぼ。もうちょっと登っちゃってるけど、ほぼ日の出。10月に今来てるんですけど、10月は結構、心が病みやすい時期だと思います。周りの方もなんかちょっと疲れた感じの人が、何人かいらっしゃるんですけど、まあ、SNS とか見ててもね、そういう時はですね、ここの熊野古道に来て、この自然に触れてみてはいかがでしょうかと僕はお勧めしてですね、まあ、ただね、なかなかね、もう外に出るのも、何するのももうやる気が出ないっていう状態になってしまうとね、なかなかこう来れないんですけど、なんか機会を作ってとか友達が誘ってあげてとか、もしくはもうそうなる前にちょっとやばいなって気づくのは、自分で気づくのはね難しいのかもしれないですけど、もし気づけたのであれば、こういう自然に触れるっていうのはねすごくいいことなんじゃないかなと思います。こんな感じで普段しない早起きをして、太陽を浴びながら、ウォーキングするだけ、まあ、ここの道はねすごく楽なんで、もう今しかも下りですしね、これ道間違えてたらもう絶望ですけど、はい、まあ、そんな感じで、自然に触れるってすごく、心がリフレッシュされるのでいいかなと思います。はい、じゃあもうちょっとで、着くんじゃないかな。いや嘘ですね、あと40分ぐらい歩いたら着きますので、ちょっと40分歩いていこうと思います。はい、ということで、もうすぐ熊野本宮大社に到着するんですけれども、ちょっと都会になってきましたね。うん、お店とかも増えてきました。電気屋さん、車も立ち並んでおります。お食事どころ、うどん、そば、おとなし茶屋、美味しそうですね。めはり寿司のねお店とかもさっきあったりとかして、めはり寿司だらけですね、この辺は。なんかうまそうなまんじゅう屋さんあったんですけど、まだ開いてないんですよね。今7時22分なので、お、これじゃないか。あったよ、到着したー、熊野本宮大社でございます。中は撮影できないと思いますので、はい、この辺だけで、お邪魔させていただくんですけれども、後ほどね感想だけお伝えさせていただこうと思います。いい時間に来ていただいたらね、お店とかお土産とか、お食事どころとかたくさんあると思いますので、皆さんもぜひ来てみてください。じゃあ行ってきます。でけえ、はい、ということで熊野本宮大社行ってきました。まず入ってですね、すぐ大きな階段があって、その階段を登っていきます。一番上の方に上がって、なんて言うんかわかんないですけど、言葉が出てこないんですけど、本堂っていうんですかね、
そこに、入らせていただきました。4つお参りするところがあって、一番左から伏見の狼で、次が早玉の狼、ケツミコの狼、別名スサノオの御事、なんか聞いたことありません、ね、で次アマテラス大神、もう一つちっちゃいのがあって万山社っていうのがありました。でこの合計4つプラス1個ちっちゃいのがあって、まあ、そこに順にお賽銭入れてカラカラして二礼してパチパチって叩いて一礼して終わるっていうのを4回繰り返すっていう感じなのかな。僕もちょっとちゃんと調べずに行ってしまったので、ちゃんとできてたのか分かんないですけど、で熊野三山の八田ガラスっていうのがあって、熊野本宮大社っていうのはサッカー日本代表のマークにもなってるやつです。今から行こうとしてるところが熊野早玉大社っていうところで、熊野早玉大社のガラスはまたちょっと違うくてこんな感じですね、はい、この熊野三山によってこのガラスのマークが違うと。で最後熊野那智大社はこんな感じですね。まあこれあんま早く行きすぎると開いてないです。開いてないっていうのはそのお参りはできるんですけど、御朱印帳の引き換え所とかおみくじみたいなのがあって、八田ガラスみくじってやつがあったりするんですよね。かわいいやつなんですけど、これとかが引けないです。はい、なんであんま早く行きすぎてもそういう楽しみはないかなと思うので、はい、まあ、そういうのを求められている方はちょっと何時ぐらいからオープンするのか分かんないですけど、朝早くに来すぎないようにした方がいいのかなと思います。まあ、そんな感じでざっくりとした解説にはなるんですけど、僕もよく分かってないんで、うん、コメントとかで詳しい方はぜひコメントいただければと思います。皆さんコメント欄もぜひチェックしてください。で、もうすぐそこにバス停があって、でそのバスで53番線に乗ってだいたい48分ぐらいかけて熊野川川船センターというところまで行きます。そこから船乗って熊野早玉大社の近くまで一気に船で行っちゃおうと思います。結構綺麗な絵は撮れるんじゃないかなと思ってますので、ぜひお楽しみにお待ちください。では行ってきます。スペインのカミーノ・デ・サンティアゴの紋章がありますね、はい、僕の住んでたスペインのレオンってところもその巡礼地の一つだったんですけど、このマークが道中にこう散らばってるんですよね、うん、これをたどってスペインのサンティアゴ・デ・コンポステーラっていう大聖堂まで行くんですよ。ガリシア地方にあるところなんですけど、ご飯とかも美味しいんですよね、まあ、雨が多いっていうのが一個難点ですけど、僕行った時も大雨でした。で実はこのサンティアゴ巡礼の道、スペイン語でカミノデサンティアゴっていうのは熊野古道と姉妹道提携っていうのをしてるんですね。で、まあ、このようにいろいろとガーッと書かれてます。この辺気になる方はちょっと止めて読んでいただければと思います。はい、ということで、船乗り場までやってまいりました。はい、こんな感じにお外はなっております。ここで受付をするんですけれども、ここが熊野川川船センターというところですね。でバスがこの辺に着いたんですけど、目の前に着いたんですよ。で目の前に着いて降りた瞬間に傘をかぶった女性の方2人が案内してくれましたね。よくの母ちゃんの店っていうお店があります。あ、コーヒー母ちゃんの店。僕のチャンネルではコーヒーを飲まないといけないルールがあるので後で来ます。あ、よもぎ餅やめよう。で帰ろう。母ちゃんのお店があって、お店としてはこんなもん、お弁当屋さんも一応あるんですね。なんかこっちにもねちょっとあったんですよ。ちょっと開いてないかもしれないですけど、うわこれやばいな。よいしょ、危ない。牛すじカレー、唐揚げ定食、焼きそば定食、とんかつ定食、生姜焼き定食、ミックスフライ定食。渋ないこれ。さすがに今この時間はね閉まってると思いますけど、お店としてはちゃんとやってはりそうな感じですね。はい、服屋さん準備中でございます。ちょっと川の方見に行ってみましょう。今回川を船で下るんですけど、はい、この川ですね、ちょっと後でしっかりお見せします。ガイドマップここに書かれてますね。でなんか僕ちゃんと説明してなかったんですけど、船って言っても
ちょっと想像してる船と違うかもしれないです。皆さん、さっき写真でちょこっと写したんですけど、あの船です。荷物も乗せれないぐらいの大きさのやつなんですね。なので、車で荷物を運んでいただくという形になると思います。はい、こちらの川なんですけど、これを船で、下っていってですね、熊野白玉大社まで行こうと思います。いい天気でほんまに良かった。あ、でもね、今日川の水量が少ないらしくってですね、5分10分ぐらい車で行ったところからのスタートになるそうです。はあ、いい景色が撮れるといいですね。じゃあ行きます。あんま時間ないんですけど、母ちゃんの店寄っていこうと思います。コーヒーってすぐできます？結構あるから。はい、はい、すぐできます。コーヒーすぐできますかね。はい、コーヒーホット。はい、ホット、はい、一つで。はい、切り込んで。結構ある。全然時間ないんですけど、コーヒー頼んじゃいました。じゃあ、いただきます。サル。あ、普通にうまいな。なんかエスプレッソ系、自動のエスプレッソマシンで入れてありましたね。デロンギかな。遅かった。これ、あ、大丈夫ですか？気をつけてください。ごめんなさい、ごめんなさい。大丈夫ですか？手伝わしてません？大丈夫ですか？あ、これ大丈夫です。
の、ね、山の風景を楽しんでいただけたらと思います。また左にですね、なんか岩山が見えてきて、海が道路がありますね。ここがですね、岩舞台の峠になってて、ピクニコロムという場所でした。ピクニという山で熊野三山を広めるために全国歩いてたんですね。だから大変足腰が強いんですが、さすがの僕でもこの辺りを歩いていて絡んでしまったということで、ピクニコロムという名前が出ています。とても道には思えないようなところですね。上にある県道も無理やり作ったような狭い道なんです。でちなみにこちらが三重県で、こちらが和歌山県でございます。明治になって小金川の真ん中で県境を作られてしまって、三重と和歌山に分かれてしまいました。だからこちら側は熊野古道のようなところの一水寺となりまして、この川が熊野古道の中江寺となります。ここ多分三重寄りなんで、三重県の普通だったら和歌山県の感じですね。Thank you.
井川と書いて、安達という場所でございます。川と名前ですよね。皆さん、北原の頂下りとかガイドブックで見たことございます。中流をですね、イカダを暮らしてるんです。観光イカダを。で、昔は産業として新宮まで材木を運んでおりました。そうするとどうしても長い道のり外れるので、あちら側のコンクリートと向こう側の木をワイヤーで結んで拾ってたそうなんですね。昔はですね、こんな感じでございます。もう材木だらけ。はい。で、名前の書いてある材木は持ち主の元に戻られたそうです。
今日はこの人で座って落語なんですけどちょっと腰が痛いそしてここはすでに早玉大社となっております。早玉大社の飛び地の境内となっております。ここに10月16日女の神様、細身の神様がお帰りになります。その時に 神様を連れて10艘の船がやってまいります。9艘の船はですね、この島の周りを早船コース競争いたします。その時の船はこちらでございます。で10艘と言いましたが、残りの1艘はこの早船競争いたしません。神様を先導する役目ですね。その船がですね、こちら側の船でございます。はい、後ろにあるのが神様の船ですね。10番目の10と書いてあると思います。この船、対岸三重県宇都の村というところからやってまいります。この船がやってこないことには早船競争は始まらないんですね。なぜか JR が城の下を通っております。珍しいです。
です。城の下を通っていくと、もうそこはもう JR 西日本ですね。こちらからが JR 仙台。はい、ということで船降りました、今からですね、今からというかもう真横にあるんですけど、熊野早玉大社に到着しました。神倉神社っていうところも10分ぐらいあるみたいなんで、ぜひそこも行ってくださいということだったんで、ちょっと行ってみようかなと思います。先ほど説明にあったね、岩のところが場所みたいですね。めちゃくちゃ親切にしていただいてですね、いろいろ説明も、質問も聞いてくださったりとか、すごくいい体験ができました。多分これはね、乗った方がいいです。4000ちょいでこの満足度だったらかなりいい体験かなと思います。まあ、11時20分なんですけど、出発したのが10時かな。だいたい1時間ちょいの川船下りでした。では。はい、大社行きます。また中あんま映せないと思うんで、するところだけ行ってみます。みかんがおさん取れるんですね、この辺は。玉大社さん、これの有名なのかな。これって何の餅なんですか。ついたお餅に玄米粉をかけてます。よかったら、ありがとうございます。いただきます。はい、常温で3日です。熊野三山限定です。うん、おいしい。5個入り1ついただいてます。ありがとうございます。常温で3日です。はい、縁が綺麗な。あちらに樹齢1000年の何が綺麗でございます。へぇー。国の天然記念物です。ありがとうございます。到着しました。熊野早玉大社でございます。2つ目の目的地。熊野三山の、一つですね。はい。こちら中からは撮影できない感じなのかな。なんか鳥居がなかったんで。撮影しちゃってますが、はい、さっき言ったらこれですね、ナギの大樹の葉っぱ、真ん中に線がないから縁が切れないということで、さっきのおばあちゃんにいただきました。神倉神社到着です。こちらにあの有名な岩があるということなんですが、これ自体も世界遺産かな。これか。このね、これ自由に使ってもいいよっていうことですね。じゃあ登っていきます。うわ、結構すごいな。
そんな長くはないけど、急やな。さっきの棒もらっといてよかった。カバンにあるんですけど、リュック下ろさんとあかんから使ってないんですよね。はあ、ここまで登ってきた。到着と思いきやまだある。これやな、噂の岩。いいわ。着いた。すごいな、確かに。こんな人の力で持ってこれないですもんね。神様がここに置いてくれたと。おちょっと待ってよ、これもうカメラにも収まりきらない。こうだ、左見ると、あーじゃあめちゃくちゃ綺麗やんけ。はい、ということで下り終えました。あー、よかったですね。まさかあんな綺麗な景色が見えるとは思ってなかったんで、はい、景色も楽しめたということで、守ってたよりちょっと階段がきつかったですね。かなり急なんで、結構気をつけて、上り下りしないといけないですね。もうお年寄りの方はご注意くださいと、もう看板にも書かれてましたね。はい、まあ結構ね、でもお年寄りの方もいらっしゃって、上で休憩されている方とかもいらっしゃいましたね。新宮市っていうところなんですけど、今この新宮市の町自体が世界遺産の町っていう風になってて、ちょっとこれ見てもらいましょう。世界遺産の町新宮観光案内所。今ここで、この辺りに僕は泊まります。でさっき言ったところはここ、この辺に、船着いて、そこから早玉大社まで行きました。でそのまま下って行って、この神倉神社まで来たっていう感じですね。船の人にお勧めされて来たんですけれども、なんか他にもね、見どころありそうなところはあります。この新宮城跡とかもちょっと行ってみたいんですけど、遠いですね。ちょっと荷物置いてから考えます。で、あとは何やろな、この横小学校あるんですけど、結構人も住んでるんですよね。なんで飲み屋とか美味しいご飯屋さんも多いんじゃないかなと思います。はい、この辺とかも良さそうですね。歴史民族資料館とか、旧チャップマン亭。ということで今日のホテルはこの辺なんですけど、離れっていうところなんですが、どこやろ、こんなところにあるんやな。ちょっと今までとは違う感じのホテルかもしれないですね。あ、これや。ちょっと荷物だけ先に置かせてもらうんですけど、これですね、離れ。はい、泊まるとこ自体はこれです。ああ、ありがとうございます。いや、まだ電話してないですけど、ちょっと荷物だけ早ついちゃったんで置かせてもらおうかなと思って。開いてると思いますよ。あ、電気消えてるけど開いてるのかな。ありがとうございます。すみません。すみません、辻なんですけど、ちょっと早く着いちゃって、荷物だけ置かせてもらえるかなと。もうできてるんで。あ、本当ですか。こちら、できてるんで。あ、ありがとうございます。今のところ、1名なんで。あ、そうなんですね。もしかしたら入るかもしれません。これ、部屋どこにあるんですか。いや、もうこの部屋。あ、この部屋。はい、あとはもう、キッチンとかフリーに使っていただいたと思います。はいはい。あと、自由にコーヒーとか飲みづらいのも大丈夫です。はいはい、はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、お願いします。お願いします。まさかの一家を一人で借りれるということになりました。はい、まあ、もしかしたら取り込みで入ってくるかもしれないって言ってたんですけど、この前と2つ前のホテルは、まあ、中国の人ばっかりなんですけど、
中国の人だって、ね、結構団体で来たりするんで、なんか仲良くなり、一連のところで喋ってもなんか、あんまりこう、仲良くなれなかったんですけど、なんかオーストラリアの人とかも結構多くて、オーストラリアの人たちは、なんか、一日喋って、あれしたりとかしたんですけど、まあ今日は一人ということで、ちょっとゆったり過ごそうかなと思ってます。はい。とりあえずお腹が空いたんで、ランチでも食べながら、この後のこと考えたいと思います。ランチちょっといい感じのところ2時まで空いてるって聞いたんで、まあ1時ですね、今ギリギリ行けるかなというところで、飯食いに行ってきます。ランチ到着しました。こちら空いてたら入って食べたいと思います。なんかうまそうな店、レビューもすごい良かったです。名物、あ、これやばいぞ、絶対うまいやつ。お、どうなのか、どんですね。これ結構飲み屋さんとかも多いですよ、はい、この辺り外れたらそんなにないですか。ないですね、まあ、あと元々は国道渡った向こうは大王寺で、はい、料亭とかあんないっぱいあったりとか、はい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 、稽古さんが100人くらい、その昔の平時代ですね、大国のものすごい平時代です。スペイン人とかどの辺で飲んではるんですかね。食事、昼間はね、食事なんで、夜夜だっていうのか、ちょっと飲んで、なんかいろいろ、ホテルする、ホテルに飲んでる人多いですよね、外国の人はね。飲み回らんの、持ってないから、ね、確かに、確かに、はいはいはい。まず、言葉分かる。でも僕も、1日目、結構歩こうと思ってたんですけど、ちょっと予定より時間かかっちゃったんで、途中でバス乗ったんですよ、温泉街のとこまで。でそこのホテルももう9割中国の人で、そう多かったです。バス空気悪いから、そうですね。はいはいはい、これとか言ってるんで、はいはい、あ、結構乗ってるんですか。ずるずる、こう食べた人がこう使ったんですよ。へぇ、食べる動きが似てるんやな。なるほど、なるほど。だから肉に来たって、こっちの足と向こうの足と、飲んないジュラムからも。なるほど、ね、仕入れ難しいですね。偏るとこれ、釜飯が常に。あ、そうなんですか。これ炊いたご飯みたいな、はい、あと肉、あ、肉ね、肉バラっていうて、あ、これ、あ、この辺りの、そうそう、三重県側なんですけどね、はいはいはい、こちらの和歌山県側は熊野牛、あ、熊野牛って美しいがつくかつかないかで確かに美しいついてる方が美味しそうですね。三熊野牛、さっき言ったらどこの息子さん、いつもそっか、今お金払ってたって、その肉屋さんの息子さん、あ、肉屋さんの、いつもそっから取ってきて、あ、そうなんですね。そこを販売する、まあ、僕でも持ってるところで、ちゃんとお台所で、なんか僕いまいち分かってないんですけど、めはり寿司ってどこが名産なんですか。まあ、この辺、この辺紀州ですね。紀州、あの熊野川沿いとか、あの三重県側ちょっととか、はいはい、あ、だいたい魚の葉っぱ、魚の葉っぱって言ってるところで、あ、葉っぱで、くずんだ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと高めの白浜の観光だろう、最近サンマ寿司らしいだし、サンマないので、とりあえずなんかサンマ最近なんかあんまり取れなくなって、もう全然取れない、高なったんですね。もう4年ぐらい、あ、黒潮大蛇寿司らしから、はあはあ、今千葉県沖で産卵してます。あ、そうなんですね。で昔はこの辺で産卵してて、はい、ちょうど油の抜けた感じで、はいはい、そのサンマですとかナレッジのできてんの、はい、今10杯ぐらいでさ、こう、あの、これは大丈夫ですか。あ、大丈夫です。なんかね、こっちが重いように吸ってくれんからね。うん。なんか温暖化の影響がすごいって言ってましたね。だからこうやって、こういう機械とかね、アクハサとかね、こういう魚が
あ、逆に。ああ。まあこれたまにはあれやってね。はいはいはい。この冬左で夏の一番暑い時で水温上がった時にちょっと前だと。はい。はい。今年中だね。へえ、そんな変わってるんですね。面白い。ひじきが入らないしね。はいはいはい。ひじきが1メートルぐらいの水の場合10センチ増えたんです。ああ、ひあ。この小座、小座あるんですよ。はい。あ、通ってきましたバスで。あそこの小座、小座の。あのひねりとこがあって、その地域が、はい、あの特産なんですよ。はいはいはい。10センチぐらいが入ってないんですけど、トレーナーです。ああ、大変ですね、でもそのひじき取ってある人からしたら。あとは、トレーナーとかにあるためにこう、はい、ワンワンナイとかのところで、よく取れるんですよ。はいはい。はい。はい、あれ、これぐらいの細身から伸びてない。それ、あの、買えないみたいな。はいはいはい。カラコンなんで、ニーガコンなんで、はい、全然取れないんですよ。なるほど。伊勢エビもね、あんまり良くないし。あ、そうなんですか。もう海外の方がいい魚取れるってなってきたら、海外に行っちゃいますよね、そのお魚もね。だんだん期待上がってるんでね。はいはいはい。だから伊勢エビなんかでもどん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 上がってる。あと今も福島のあたりまで行って見ちゃう。うんうんうん。今千葉県さん、うん、あの日本一漁獲量が千葉千葉今までこの辺やったよ。もう千葉エビになってくるんですね。千葉エビとかね。はいはい。はいはいはい。はい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 。まあそれはね、魚とか、あの海に住んでる人たち、人ちゃうわ。魚たちはね、住みやすいとこ選びますもんね。味もこの間ずっと取れなくて、今日久しぶりに入ってる。はあ、はあ、取れない。こんなちっちゃい豆味ばっかり。はいはい、はい。あれはあの夏春たち、だって4月5月ぐらいにたくさん取れるので、うんうん、よく食べてないので、はい、はいはい。あの時期なんですけど、今年中取れる。大きなあんま取れない。え、マグロとかも影響あるんですか。マグロはまあ近海でこう結構遠く行ってるんで、はい、ああ、そっかそっか。マグロしか取らないです。はい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 。マグロはまあ今どうにかと、それでもやっぱ少ないですね。うんうん。お肉より魚の方が影響あるんですね。なるほど。アワビとか赤いとか、海藻ね。海藻が本当に甘いんだ。海藻がないから、貝が全くないから一枚に、あのジェットにこう、ちょっとひじきの貝が入ってくる、うんうん、あれしかに入らない。中国産中国産とか、外国産の貝、うんうん、あ、オリカの1キロぐらいのやつは、キロ6500円、はい、1キロ、こんな6500円、もともとどれぐらいなんですか。3000円ぐらい、倍ぐらい、うん、へぇー、とりあえずだよ、うんうん、それで赤いかとかまだ他にヤリイカとかいっぱいあるじゃないですか、うんうん、それ高いからそっち行くじゃないですか、うん、でそっちも即してきて、なるほど。今ちょっと下がって今4000円だよ。それアオリイカ、あ、これまだ小さいけどね、こんな進行、うん、進行でこんなあんまり大きい、うちなんかこう、もう 1.5 キロ、2キロぐらいのでかいアオリイカが使えるのか、はい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 。それがない。今どの小さいの。小さいのしかないですね。なるほど。うん。イカで4000円だよ、高いよ。まだイケのは大だと一緒だ。めちゃくちゃ美味しいですけどね。美味しい。使いなくてね、何わけにいかない。うん。みんなもあれぐらいし、確かに行かない寿司屋さん嫌ですもんね。うーん、なんかこう4種盛り5種盛りってこうお刺身するじゃないですか、やっぱりどうしてもそういうのが一つ欲しいんですよ。うん、やっぱ値上げされたんですか。あ、せずに、
イカだけの単品の時はちょっと高い。ああ、なるほど。はい。盛り合わせはどの。結構ですね。僕コーヒーの仕事してるんですけど、コーヒーも今値上がってるんですよ。まあでもそれは多分全然影響違くて、そのあのいやね、あの都市によって取れる取れないの量が違くて、まあまあ主にブラジルなんですけど、もう半分ぐらいがブラジルが生産してるんですよ。でそのブラジルで取れなかった都市はもう高鳴りです。結構高鳴ってるんですけど、でもここまでじゃないです。言ってもあの売り値で100円200円上がるぐらいの感じなんですけど、お魚もっとですよね。ボウイカとかモンボウイカとかあれはちょっと安いですね。うん、あれは大体こう中華屋さんのよく使うこう小松方に行ってこう中華野菜炒めで入ってるじゃないですか、感覚よ、うんうん、あれはボウイカとか、うん、安いやつ、柔らかいんですよね、うんうん、アオリカが一番いいんですか。一番美味しい。なるほど、まあ、ある意味お寿司文化がここまで栄えたのはいいお魚が取れたっていうのもありますよね。それが今後ね、ちょっと怖いですね。カラフルな魚ばっかりまあ、でも美味しいかもしれない。畑の魚は美味しいんで。はいはいはい。でも和歌山はお魚強いんですか。そうですね、魚は結構たくさん取れるしね、うん、まあ、ここは熊野川だから結構中心が深いんで、甘、うん、鯛とか、お酒とか、あんこなんかも取れる。うーん、とにかく深いのは、うんうんうん、ハモなんかも取れるしね。あ、結構京阪神にやっぱ取れてきてますね。うん、で、お魚天神祭りはい、終わらない値段は高い。この辺のハモは昔くらいあったけど、食べる習慣があった。うん。美味しい魚いっぱいあるしね。手間かかるし。ハモめちゃくちゃ大好きですけどね。最近でここまあ2、3年で、ね、はいはい。あ、昔はあんま食べなかったですか。手間かかるし、美味しい魚いくらでもあるし。そうですね。他でねできたら。ただ、まあ、息がいいんですよ、ハモリ。山が死なないんで、例えば瀬戸内から京都まで行って、大丈夫で、京戻りとかね、うん、畑の魚とかね、アコウとかね、案外そういう、京都まで。あと、アマダイは日本海側から、人は塩してくるわけですね。うんうん、塩してくる。結構、ここから前、魚屋が京都行ったら、新しい人に送られたって言ったな。硬いとか言ってでもハモって特になんか職人さんの腕出るくないですか。まあそうやね、たまになんかむちゃくちゃこう骨残った残った感じのあるんですか。地元の人は伊勢海老はあるよりだから野良は無用だったらそれが取りに行くもんよ。はいはいはい、なるほど。なんか今のこととかあんないんだったら伊勢海老とかあるよね。うーん、これも買うもんやないもん。贈り物なんですよ。そうやね。お金出してくるもんでもないなと思っちゃう。一番の名品ってなんですか、この辺り。この辺り、まあ、まあ有名なのはやっぱマグロとかあるもんね。あ、マグロもんですか。クエなんかも、まあ、あ、クエ、うん、いいですね。クエもね、あれ、あの岩田とか分かるなんですけど、あっち、絶対すごい使ってるんやけど、うん、あれはもう 20キロぐらいの大きな炙り濃いですよ。あれ一番値段のいいのは5キロから10キロの間が一番高い。あ、ちっちゃい方がいいんですか。高い。へえ。5キロから10キロの濃いぐらいであんまり変わらんね、太くなるから。ああ。サイズはあんまり変わらない。身が引き締まってるんですね。で、脂もあっさりして、脂あるけど美味しい、あっさりして、そのね、まあ、使い道路かけもいいし、値段が一番高いですね。うんうんうん、大きくなるほど安くなる。でも取れる量は多い。そんなこともないですか。油のところはあんまり、うん、まあ、こういうのはこれとかなんですけど、やっぱ鍋しても油濃いやつは、まあ、うん、5キロから10キロでは最高、うん、なんかあの記者が若いこれ3人ぐらいするんで、さっきのみのばかりその方が食える食べたい、うん、
あ、なるほど。ここにブレーカーつながるね、はいはい、これはいっぱい一匹そんだけ食べたらそうですよね、鍋と焼きと、はい、あと刺身と食えばっかり僕大阪でめはり寿司のお店があるんですよ、はいはい、難波の方の飲み屋のところにあるんですけど、みんな夜中朝まで空いてるんで飲み終わった後めはり寿司よく食べてたんですよ。でもこっちで食べたら全然違くて、だそもそもなんか具入ってないもんなんですか。昔は、まあ、昔は大きかったんですよ、はいはい、で高めの空気を切ったんで中に入れたんですよ、はい、昔は、はいはいはい、大きいとこう表に開けたらご飯が入らないんで、中に具入れたら芯を刻んだのを入れたり、中の茎をねこう刻んで、ああ中に、その大阪のとこはそう、鮭とかコンビニのおにぎりみたいなで、ご飯がほぼ普通のご飯、普通の白白白、あ、そうなんですか。なんか一個前のとこで食べたやつがなんかだしみたいなのが入ってた、入ってたけど、まあ米自体にちょっとだから色も白っぽいというよりはちょっと茶色というか、まあ微妙に味付けるとね、くどくなってくる、ああそれがノーマルではないんですか。そうそうそう、今はもうお醤油が入れられたら、あ、白ご飯、白いご飯、はいはいはい、昔は今日は見張り紹介でここに行ったらお茶碗にご飯入れて葉っぱ入れてくれてパカッてして今で言うね、手巻き寿司みたいな、あーなるほどね、あ、じゃあ加藤節と出ると美味しいけどね、はいはい、加藤節はシンプルで美味しい、あ、じゃあ出会い腰も見たら美味しいね、葉っぱが喧嘩してうん、なんでもめはり寿司ってこの葉っぱが大事なんやなって初めて気づきました。そんな味しなかったです、大阪で有名なとこのやつは。こっちで食べさせてもらったやつはやっぱ葉っぱ自体に結構味がしっかりついてたんで、そういうことかと思いました。昔はね、フルーツもあってね、はい、はい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 、それとうちなんかは、まあ、2月頃よ魚が取れるんで、2月もう2月缶なんですね、はい、でその頃こうつけて長いこと使ったら黄色になってくるじゃないですか、うんうん、でまあ浅いのがあるんですよ、そうしたら黄色になったら黄色になったら青いと黄色になったら青いと大好きだったり、うん、で長いのは酸っぱいのそのフルーツばっかりですけど、ちょっと酸味あって美味しいんですよ。食べてみた。地域によってはあるのだから酢醤油で食べるんですよ。酢醤油をつけて食べるんですよ。この奥の方でもそういうとこあるし、この三重県側行ってもそういうとこあるんですよ。へ、はい、シンは大体シンプルにそのまま食べるんですけど。あ、三重でもめはり食べられるんですか。まあ、この辺の調理で宝の取れるとこ、はいはいはい、で熊野のからどうしたらちょっと行きたいの吉野家の経営者で165円、はい、草というところがあって、はい、そこはそのからしないのが空気の元で、からしな、からしな、高菜の部位なんだけど、うんうんうん、茎が細いんだけど、うちにまそれが細いんだけど、やわらかい葉っぱが、大きさもあんまり大きくない、うんうん、ちょうど1個で1枚1個ずつ入れる、へえ、はは、そっちの方が美味しいです。ちょっとピリッとするんですけど、もう絞ったら紫色の種類で。へえ。だから紫色の種類で。はい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 。ものすごい。へえ。これ下の方の板とあの辺がたくさん取れて、この辺もたまに取れたり。うん。和歌山ってすごいですね。海の幸も山の幸もどっちも結構取れるんですね。昔は山仕事とか長い仕事より見張り持ってね、山仕事こんな大きいのに見てね、はいはいはい、上っぱい入れて大物に持ってね、やばい、はいはい、何あるか分からない。そうですね、うん、家でも食べるんですか、見張りは。今食べたりするね。で人の巣はあんまり食べない、ね、うん、おばあちゃんとかなと思ったらね、してくれたりするんですよね。
メハリ用の高菜は売ってるってことですか？スーパーなんかに持ってます。普通の高菜か、ガラシの高い。ガラシの高いけど。はいはいはい。それで柔らかい。ガラシ？業者がだんだん少なくなってはいはいはい。作る人が、その高菜を植えたりね。うん、やめる方が結構いいんで。一時不足して、これうちの漬物屋さん。畑界で若く作るないないない、九州産のところですね。はあはあ、茎が同じ木で、葉っぱがちょっとなんですよ。九州の中に。ほぼ。古漬けにして作るわけですね。はいはいはい。これであれ、炒め物とか、九州とか。やっぱこっちの方が良かったですか？それは美味しい。柔らかいし。九州のほんまに大きい葉っぱ自体こんなんや空気が止まったわけ、農家の後継者がだんだん少なくなってね。そうですよね。僕もあの実家が米作ってたんですよ。もう今あのやめたんですけど、僕ももう全然通行きなくて通った方が安いもんね。みかんも取る。はいはい。あ、みかんなんか有名なんですよね。規格外のね、こんなちっちゃいみかんが甘くて美味しい。あ、美味しいんですか、そっちの方が。おお、あ、すいません、ありがとうございます。こんなちっちゃい、気が深いのが甘くて、ちょっとしなみで食べる。え、いいですか。あ、ありがとうございます。もう、どれがいいんやろ。結構、しなしな。関東するやつ。はぁはぁ。僕のお客さんから全部覚えてるやつ。あ、ありがとうございます。ホテルで食べさせてもらいます。あ、いやいや、いくらですよ。いいですか。ちっちゃいのも帰ってこう。甘くていいです。ありがとうございます。4つもいいんです。すみません。もう今日はちょっとゆっくりします。明日、あの、那須大社まで歩こうかなと。大門坂。へぇ、あ、結構舗装されてるんですか。あー。これどこですか。神倉神社。あ、神倉神社。あ、今日行きました。行ってみた。はい。眺めやら。階段コメントや。階段やばいですね。結構お年寄りの方も上がるかれてたんですけど、すごいな。みんなあのおばちゃんの人がつい運動をかけるのに後ろから上がったり。はいはい。うん。ぼちぼち杖見て上がるやろおばちゃん。すいません。結構ね、そうすると足腰が強くなったんでね。確かに。うん。僕らが学校でやるとあそこでトレーニングさせられたんだ。中の自分が黙ったりするけども、地獄でだ。トレーニングやってる。今日これで来たんですよ、実は。川上に来る。あ、そう。やっぱ道路来るとまた踏み切っちゃうでしょ。そうですね。これ広げたら一気になる。あ。すみません、ありがとうございます。へぇ、ありがとうございます。色見るとこ、たくさん結構なってますね。これ見て、チェックして。あ、ありがとうございます。すみません、何から何まで。行ってきます。ちょっと行ってみます。ありがとうございます。すみません。お疲れ様です。美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。いや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 、めちゃくちゃいいお店、めちゃくちゃいいおっちゃんでしたよ。いやーちょっと顔赤いな。いや楽しかったな。ランチでこんな楽しませてくれるとは。いや和歌山いいとこっすね。はい。お店の名前言っとこうか。東方茶屋。東方茶屋ってお店です。最高。なんか飲み屋さんはもうこの辺で固まってるらしいんですけど、なんか、スナックとか、普通になんかバーとか、まあ、こういうカラオケハウスみたいなとか、はい、なんか面白い街です。で、今からですね、お示しいただいたお城跡に行ってこようと思います。山は綺麗。うん。ということで、先ほどのお店から10分ぐらい歩いたら、新宮城跡に着きました。もともとお城があったみたいなんですけど、それが焼けてなくなったというお城になってます。はい。
昔のお城はね、結構使い終わったら、燃やして次のお城に移っていくというのが、主だったんだと思いますけど、ここはどんな感じなんでしょうかね、見ていきましょう。階段ばっかりやな。よいしょ。お、綺麗。あったんや。あー、よいしょ。もうマジでお城っぽいぞ。またしてもなんか現る風がだいぶ強いですね、はあ、大阪城登る方が楽やな、はあ、おお、お城跡って感じ。ここに城があったんですよね。何もない、何もないけどそれがいい。観光客は意外といないですね。みんな登り疲れてこっちまで来てんのかな。ああ、この木の葉っぱの音がいいですね。何音って言うんでしたっけ、これ。うわ、すごい木。聞こえますこれ。自然の音ですよ、これ。ああ、俺ん家から聞こえる暴走族のバイクの音とは大違いだよ。まだ上あんのかい。舞踊でも踊ってたんですかね、ここで。知らないですけど。なんかでもそういうとこですよね。何これ、お墓、誰なんやろ。ほおずきおでん。あ、ちょっと待てよ、こっちめっちゃ綺麗んちゃうか。じゃあ、やべえ、やべえ。最高やね、これ。いや、夜もいい感じに見えるんじゃないか。なんか迷った時はね、厳しい方を選択すると、絶対にいいことがあるので、で鈴木社長に教えてもらいました。最高やんけ。なんじゃこれ。いや、ちょっと待って、この旅で一番いい眺めかもしれん。景色としてはこの中で、この旅の中で一番いい。秋の熊野の海を見えて垂れそう涙すや城の夕暮れに都会です。はい、こっちがねちょっと見えないの残念ですけど、まあ季節によっては見えるのかな。今ね、でっかい鳥がおったわ今ほら。短角城公園って言うんですね。短角城、え、新宮城、どっち、新宮城、別名短角城、短角城、はい、関ヶ原合戦の後和歌山城主となった浅野義長の、家臣浅野忠義が新宮領を与えられて、慶長6年1601年に、築城を開始した城である。令和元年の、一国一条例で一旦廃城となるか、あ、そういう感じで廃城になったんですね。一国一条例っていうのがあったんですね。同4年再建を許され、再建を許され再び築城が始まる。ちょっと良かったですね。ここはあの必ず行ってほしいですね。あ、おっちゃんに笑ったやつ。おはようございます。いや、朝じゃないんですけど、布団に、ね、転んだら寝てしまいましてですね、貴重な昼を布団で過ごしてしまいました。6時半なんでちょっとお腹すいたんで、こちらめはり寿司、あの船乗る前に買ったやつですね。ちなみにこんな、お餅もあります。何の餅やったか忘れましたが、はい、
もうで餅はこれはちょっと持ち帰るようなんで、はい、大阪に持って帰ろうと思います。でさっきっていうか僕の中ではさっきなんですけど、よいしょ、はい、寿司屋のおっちゃんにもらったみかんですね。これもちょっと楽しみ。一つの家をほんまに借りてるんですよ。うん3000円ちょっとですよ。ありえなくないですか。じゃあ行きます。さっきね、その寿司屋のおっちゃんにいろいろ聞いてたんですけど、このめはり寿司って、まあ大阪でよくある、あの有名なめはり寿司の店があるんですけど、有名というか朝まで開いてたりするとかですね、ウーバーイーツとかでも買えるとこなんですけど、中にグー入ってたんですよ。僕はそれが普通だと思ってたんですけど、そうじゃないんですよね。うん。これ高菜の葉っぱで巻かれてるんですけど、中としては白米ベースのものになるらしいんですよね。いただきます。うまい。高菜が中にも、細かいの入ってますね。あ、これだしかと思ったらだしじゃないですね。前回のやつも葉っぱの色ですね。葉っぱがこうなんか茶色く見えるんですよね。なんかね、この高菜がみずみずしいです。大阪のより高菜自体の味が濃いんで、まあお米も美味しいですけど、中に具入ってなくても味めちゃくちゃ濃い。なんぼでもいけそうな感じ。なんか変に具入れると喧嘩するって言ってたけど、確かにそうやなって今思いました。本来こう何も中に入ってないんですよ。入ってたとしても高菜の茎のとことかを入れたりするらしいですね。みかんちょっと気になる。いただきます。小ぶりなんですよ。いや分からんか、僕の手でかいんでね、ちょっと分かりにくいですけど、結構小ぶりです。イージープレッソの裏ぐらい、はい。何でもね、でかけりゃうまいっていうことではないと思うんですよ。コーヒーも一緒なんですけど、コーヒーの粒が大きいと美味しいって言われてきたじゃないですか。このみかんとかでもちょっとちっちゃい方がなんか身引き締まってそうな感じじゃないですか。かなりプニプニ。じゃあいただきます。若いのみかん。うん、あ、甘い甘い。だいぶ甘いぞこれ。今まで食ったみかんのベスト3に入るぐらい甘いですね。コーヒー入れていきましょうか。やっぱね、コーヒーはね、一人飲んでもらって喜んでもらってるのもいいっすよね。この2つの楽しみがあって、僕はどちらも好きなんですけど、どっちかというと、うん、何やろ、飲んでもらいたいかな。飲みたいっていう欲は絶対にあるし、うまいものであればあるほどそう思うんですけど、一口飲めたら結構満足できるかも。一口は絶対ちょうだいっていう感じ。人にあげれるのであれば他の人に飲んでもらいたいなって思うんですよ、うん、コーヒー好きじゃないのかな。あー、いい、いいよ、ありがとう。このグアテマラシティの帰り最高やな。なんか深入りっていいっすよね。ちょくちょく飲みたくなるんですよ。ちょくちょく飲みたいなって思った時はもうなんか多分深入りのシーズンなんですよ、自分の中で。一回ハマったら一時ずっと深入りの口になっちゃうんですよね。350。深入りの場合は上に結構浮きやすいので、しっかりと4回混ぜてあげてください。これだけでだいぶ濃くなる。で4分待つと。なんかこういうドミトリーってちょっと汚いイメージあったりするかもしれないですけど、今回行ったところは全部綺麗、うん、まあ1日目のところはちょっとね、気にする方は気にしちゃうような感じかもしれないですけど、2日目のところなんてね、多分めっちゃ綺麗だと思いますよ。いざ行ってみると。しかも温泉あるし。めちゃくちゃギリギリ、結構たっぷり作ってしまった一人なのに。ではいただきたいと思います。サルー。いや、うまいなー。グアテマラシティ、苦いのに甘さがある。あ、苦いのに甘さがあるってなんか不思議じゃないですか。もち、くおもち、うまそうじゃん。うまっ。おはようございます。ついに熊野古道ラストスパート突入しました。ということで今からこちらの山に登って、最後の熊野那須大社に行ってこようと思います。実はね、あの後どうしても飲みに行きたくなって、また飲みに行ってしまいました。新宮市ってとこに泊まってたんですけど、みんなめっちゃいい人ですね。
めちゃくちゃ親切で、こうフレンドリーで、かつ外の人にも優しい。最後なんかいい感じのバー見つけたんですけど、皆さんぜひ行ってください。めちゃくちゃいい感じのバーで飲ませていただいたんですけど、初見さんにも優しくしてくれました。バー DT ママというお店です。新宮市に泊まられた際はですね、必ず行くようにお願いします。要チェックです。動画回してないんですけど、めちゃくちゃ楽しく、ビールも弾み、ビールも弾み、会話も弾み、ビールも、たくさん飲ませていただきました。せっかく痩せたのにまだちょっと太っちゃったっていうね、まあそういうところもありますが、新宮市の皆様、こんな部外者の若造に優しくしていただきありがとうございました。ということで、熊野那須大社まで一気に行っちゃおうと思います。では本日のルートはこちらです。この辺りからずっと行って大江坂を越えていきます。はい、ということで、歩くのだけをして那智山行き、那智山行きのバスに乗ってたんですけど、途中で那智の滝前っていうところがあって、みんなここで降りはったんですよね。で見てみると、なんか大きな鳥居があっちの方にあるのと、那智の滝、なんか有名な大きい滝を皆さん見に来られてるみたいで、ちょっとそこを通ってから、那智大社まで行こうかなと思ってます。こんな感じでいろは坂みたいなくねくねした道路を登ってきました。はい、まあ、歩きだったら結構時間かかるんですけど、まあ、あの熊野古道の、中辺地の序盤のルートに比べると、もうほとんど舗装されている道路ばかりでしたね。なのでちょっと途中で飽きてしまってバスを、捕まえちゃいました。那智の山に登る最中に結構いろいろと食べるお食事どころであったりとか、お土産スポットとかもありましたね。ということで、神社の鳥居でございます。皆さん一礼して入っていかれますね。世界遺産、してきましたね。これ下った方が滝あったのか、登ったところに滝あると思ってたんですけど、こっちが滝っぽいですね。あ、この辺は日本人の若い人とかカップルとかもいらっしゃいましたね。やっぱ滝ってなんかスポットになりやすいのかな、パワースポットみたいな。まあ、もちろん外国人もたくさんいらっしゃいますけどね。お、あ、見えた見えた、見えてきた。うわー、天気最高、めっちゃいい日に来たかもしれん。来たー、思ったよりでけえ。あれ水量が少ない時はなんか何本かに分かれちゃうんですって。船から見た時は3本ぐらいに分かれてましたね。今日は水量ちょっと多めなんかな。おな、太陽の当たり方が完璧すぎるくらい完璧じゃないですか。
あ、でもなんか戻る方も結構映えてますね。あ、木の背がめちゃくちゃ高いんで、なんかこの階段一つでも、ほら綺麗に見えますね。階段に苔がちょっと生えてますよね。これもまたいい。¿Has estado en León? No, pero me gustaría un bar. Bueno, no hay nada en León, pero sí, hay muchos bares y... Pero es para comer bien. Sí, sí, hay muchas tapas muy buenas. Sí. Ok. Muchas gracias, amigo. De mucho cuidado. Gracias. Gracias a ti. Disfruta bien. Traigo... Así que, ちょっと不自由な方で杖ついて歩いて来られてるんですけど、バス停のところから一緒 でたまたま今また再開して同じところで降りてたみたいなんですけど、でちょっとなんかあそこの階段だけ支えがないから手伝ってほしいって言われて出ました。ならスペイン人だったっていう。なんかスペイン人とこうスペイン語で喋りたかったんですよ、動画上 でたまたま最後の最後で見つかったというね。はい、でもあれ最後の階段のところちょっとまた下りがあるので、心配やからちょっとこの辺に行っとこうと思います。まあ多分下でゆっくりしてあるから、その間にちょっとお土産見てですね、はい、僕もちょっとゆっくりしようと思います。那智に来たら那智グロアメじゃないか、これ買って帰ろうかな。八黒の黒糖かりんとうもあるんですね。熊野古道のビールとか、あ、なんかこれよく見るやつかな。いろいろあるですね。ちょっと帰りに買って帰りましょう。あ、ご飯もここで食べれるんですね。ホットコーヒーある。あ、ホットコーヒー飲んでないけど、もういっか。で、まあこっから進んだらな、特になんもないかな。ね、さっきのこの大きい方の階段がですね、そこにちゃんと書いてましたね。はい、これちょっと見てなかったです。右行ったら那智の大滝、那智大滝で、左行ったら那智大社、西岸なんちゃらなんちゃらとあって、こちらにも杖立てと書かれてますね。これ使っていいですよっていうのに用意してくださってます。やっぱ熊野三段は直前でこの追い込みがあるんですね。よいしょ、こちらに今登っております。杖出しといてよかった。僕もどの辺やろ、奥の方まで登るのかな。よいしょ、頑張ろう。最後や。はーい、着きましたよ、熊野那智大社。美しい景色ですね。いいっすね。あ、お土産屋さん。コーヒーちょっと後で飲もうかな。
電線が見えて、もうちょっとね下の方、はい、あの下っていうかここ、こう行って、はいはいはい、下のとこあるんですけど、はいはいはい、ここから見るとあのいい感じ、綺麗ですか、一番いい、ちょっと開けてるのでわかりました、ありがとうございます。Hello, Sam. Hi. Are you up? Yes. Ah, winner. Ahí arriba hay tantas escaleras. Tienes que cuidar, sí. Pero le puedo. Creo que sí, pero es más, ¿cómo se dice? Oh, grande, grande. Pero pudiste ver. Fue hermoso, ¿verdad? Mi nombre es Tomoya. Ok. Mucho gusto. Un placer. Muy bien, un placer, Juan. Yo soy Juan. Juan. Okay. Un placer. Pues estamos en contacto. Ok. Cuando voy a Barcelona, sí. Claro, claro. Pero avísame antes porque yo acostumbro a estar mucho tiempo afuera. Ah, ¿sí? Sí, porque que me gustan los viajes. Ah, a otros países. Ah, qué bien. Este año he estado en Egipto, Uzbekistán. Uzbekistán. Me ¿en serio? Mucho. Muy bonito. Ah. India y en Japón ya he estado dos veces. ¿Dos veces? Kirill y ahora. ¿Cuándo? He estado este año. ¿Dos veces? Dos veces. ¿En serio? ¿Te gustó? Sí, porque me gusta. Porque que soy una persona tranquila. Sí. Y lo que me gusta de estar en Japón, que veo las cosas. Uh-huh. Me gusta porque... Ah, cuidado. Que me gusta porque voy paseando y veo, oigo... Siento. Eso, sí. Y eso para el cuerpo, para interior es importante. Para mi interior. Sí, eso sí. Me gusta mucho. Yo también quiero viajar a otros países, pero ahora no tengo mucho tiempo, así que. Bueno. Si algún día quieres hacer un viaje, me cuentas a mí. Sí. Y yo te aconsejo, yo te digo. Sí. Que me gusta este lo otro. Ajá, gracias. Y entonces lo miras. Ajá. Pues sí, ha sido un mucho placer. Ánimo, un placer. Estamos en contacto. Sí. Venga. Te aviso. Hasta lueg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 o.帰ろうと思ったんですけれども、電車がまさかの3時間待ち。いや、3時間半ぐらいかな。今3時なんですけど、さっき動画撮り終えた時間が2時半ぐらいなんですけど、6時台の黒潮になってしまうということで、はい、ちょっとブラブラで回ります。で、ここの通り、あの一番奥にさっき寄ったんですけど、ここの通りめっちゃうまそうな飯屋が多いっす。あのマグロの店とかめっちゃ美味しそう。後で行こうと思うんですけど、さっきねちょっと風呂に入りたいんですよね。で、なんか無料のフェリーが3時からこうピストンで動いてるってことなんで、それに行ってみようと思います。うわ、ここのあかんかったよ。マグロ直売にぎわい市場ですって。ここ絶対来なあかんかったな。っていうか、ここでお土産買うべきだったかもしれない。ちょっと買っちゃったんですよね、お土産。あのおばあちゃんのお店で買っちゃいました。おばあちゃんのお店に行くと買っちゃうんですよね、僕なんか。で、船でなんかいい感じの温泉のところまで行ってくれるっていう聞いたんですけど、どこやろ、あっちらへん。でもちょっとその前にこっちが気になる。うわー、もう海鮮好きの僕からしたらここ最高っすね。うわ、でっかいマグロ。あ、最高っすね。うわ、これめっちゃ欲しいんやけど。ちっちゃいのもいいな。うわー、これ高知で僕カツオバージョンのやつ当たったんですよ。やろうかな。梅干しも有名なんですね、この辺。あー、でもよう気づく気がするな、紀州の梅干し。
美味しそう。マグロ丼食わず帰れないしは札幌。うますぎて5分で完食しました。で多分あれが船です。あれ乗っていきます。無料らしいです。あれマグロの唐揚げ買ったの忘れてビール飲み干しちゃいました。これうますぎるわ。マグロの唐揚げ鶏よりうまい。さあ飯も食ったのでこちら聞きたいと思います。ハズレなし、マグロかシラス、どっちが選べる？どっちしよう。まあ、シラスも可愛いけどやっぱマグロか。でもマグロこれ高知で取ったらカツオに似てるからな。シラスかな。いやちょっとでもこの点々が苦手なんでこのマグロにします。よし、いいですか？はい、行きましょう。はい、OK。 破っちゃっていいですか？いいです、いいです。あー、4頭ちっちゃいやつ、上のこのちくらです。はい、そしたらどちらでもこちら選んでください。マグロで、はい、こうありがとうございます。ごめんなさいね、お待たせして申し訳ございませんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。いやありがとうございます。くそ、4頭やったぜ。まあ可愛いから行くか。じゃあ、風呂行くか。どちら行かれる？あの温泉に行きたいんですけど、何温泉って忘れてもらったんですけど、フリーで乗ったらあるよって言われたんです。ああ、浦島の温泉あですかね。あのなんかあれ洞窟みたいな。洞窟風呂。うん。7時で終わりやから注意してね。あ、はいはい、うん。この黄色のテントで待っててください。あ、わかりました。左側に、はい。はい。ありがとうございます。うわすごい。怖。ここで大丈夫。フリーで船が来るらしいです。で、そのホテル浦島の温泉が洞窟みたいな温泉らしい。やばくないですか？一応7時でラストって言われたんですけど、あ、今のちゃうかな。ね、めっちゃ楽しみ。うわ、いいね。これで低いんや。これフリーってやばないですか？ありえないですよね。来たー。こやつです。かわいい。こやつが無料のやつなはず。あれさっきと違うデザインか。なんかこんな頭してたっけ。かわいいぞこいつ。浦島丸。あ、さあ船が出発して、今あちらの方に向かってるんですけど、ここですね、ホテル浦島。ここの温泉がやばいらしくて、洞窟みたいな温泉みたいらしいです。中は多分撮影無理だと思うんですけど。着きました。なんか中華様式の感じ。そんなことはない。あの浦島、え、あ、浦島って何のあれでしたっけ。浦島太郎。はい、ということでホテル浦島さんの温泉入ってきました。むちゃくちゃ良かった。あのね、温泉単体で言ったらマジで僕いろいろ入ってきてますけど、ベスト3に入ってくるんじゃないかなと思います。はい、まあ温泉街としてはね、あの僕草津とかが結構好きなんですけど、でも温泉単体としてはエグかった。何個かしかも温泉があって、1、2、3、4、4つあります。実際5つあるんですけど、そのうちの1つがあの男女でこう交代
になるそうなんで、実際入れるのは4つということになりますね。こんな感じでマップもくださったんですけど、一番上のこちらに行ってきました。もうねマジで洞窟なんですよ。洞窟っていうのは、まあ、あの見えてるじゃないですか、この山が。山のところをちょっと削って、こうガーって削ったところに温泉が湧いてるんですよ。なんで上見たら全部こうドーム状に削られた岩なんですよ。でなんかちょっと落ちてきそうで怖いぐらいの感じです。はい、まあ、それがまたいいんですけどね。で一応今火入れてるんでそこそこ明るかったんですけど、火が沈むともう完全に暗いそうですね。まあ、それもまたいいんでしょうねっていう感じでした。他にもちょっと回りたかったんですけど、時間がぼちぼちやばいなということで、今からフェリーに乗って帰ろうと思います。ホテル浦島さんね、ぜひ余裕のある方は、泊まっていただければと思います。そしてあの温泉だけでも入れますので、僕みたいに温泉だけ楽しみに来るっていう手もありかなと思います。勝浦最高っすね。お魚美味しいし、食べれるとこいっぱいあるし、人もいいし、ホテルの方の接客もめちゃくちゃ良かったので、はい、超おすすめです。ではそろそろ本当に終わります。ありがとうございました。